日本相撲協会は7月9日初日を迎える大相撲名古屋場所の新番付を発表しました。豪ノ山と湘南の海、落合改め伯桜鵬の3人の新入幕が決まった。豪ノ山は元大関豪栄道の武隈親方が昨年2月に創設した武隈部屋から初めての新入幕となり、湘南の海は元関脇安芸乃島が師匠を務める高田川部屋から輝き竜電に続いて3人目の新入幕。落合改め伯桜鵬は初土俵から所要3場所での新入幕を果たし、遠藤に並ぶ昭和以降1位タイの最速記録を樹立した。元横綱白鵬の宮城の親方が部屋を継承してからは、春場所の北青鵬に続いて2人目の入幕となりました。幕内と十両の入れ替えは4人、引退した逸ノ城の1枠に加え、一山本、水戸龍、輝の3人が幕内から陥落。十両から上がったのは新入幕の3人と、東十両3枚目で10勝を挙げて再入幕となる武将山まで、東十両8枚目で13勝を挙げた幕内経験者の熱海富士は、計算上では昇進可能だったが、番付運に恵まれず幕内復帰は見送られ、西十両筆頭に留め置かれた。先場所、東前頭14枚目で12勝3敗の成績を収めた朝乃山は、王鵬と並び、上げ幅ナンバーワンとなる10枚アップを果たし、東前頭4枚目に番付を上げた。番付上は上位総当たりとなる位置にいて、2年ぶりの返り三役を狙うためにも、再び2桁勝利を挙げてほしいですね。そして、豊昇龍、大栄翔、若元春の3人が関脇に名を連ね、新大関の霧馬山、改め、霧島は西に座った。霧島は名古屋市の宿舎で記者会見し、各界に入った時は、番付が上がれば字が大きくなるんだなと思っていた。すごく嬉しい。と笑顔を見せた。先場所覇者の横綱、照ノ富士は東、大関貴景勝は東、一横綱一大関は3場所で解消され、一横綱二大関となった。横綱照ノ富士は、夏場所後、結婚披露宴を開き、大関から落ちた時に席を入れて、発表したのも2年半前くらいになっちゃって、コロナの時期っていうことでこういう披露宴をできなかったんで、この日を迎えることができて本当に嬉しい。いい思い出にさせてあげたい。とここまでの道のりを振り返り、夫人のサポートが一番の心の支えでもある。と夫人への感謝を口にした。また、名古屋での優勝は未経験。どの場所も出たら優勝を目指して頑張っている。その気持ちは変わらない。名古屋で優勝ができてないというのは、自分の力不足だと思う。自分なりに頑張っていい成績を残したい。と名古屋場所への意欲を語った。誰が優勝してもおかしくない場所が続いていますが、名古屋場所の優勝力士は誰になるのか、楽しみですね。今回は2023年、名古屋場所の番付についてご紹介いたしました。ぜひ、チャンネル登録やコメントをいただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。